マツの雌花と雄花の観察です。はじめに粗銅ネジを緩めて高さを調節します。次に調節ネジで右目からピントを合わせていきます。右目のピントがあったら次は左目のピントを指導調節ネジを使って合わせます。次に右目と左目の視野が一つになるようにします。